カドッチョに追い詰められた。おっしゃ、出た。おーし、ポッパーできたよ。いい曲がり。うお、一番奥で、あの奥できたよ。おお、すげえいい引き。ういバレちゃうかな。よいしょ、ふいー、ボイルフィッシュ、イエーイ。はい、前に買ったですね、 KVD のポッパー、こんな感じので元気なやつ釣れましたけど、餌がねちっちゃめだからね、このサイズがちょうど良かったのかもしれないですね。いいとこかかってる。で、引きもですね、ちょっともう回復しててすごいいい引きになってますね。はい、こんな感じで KVD のポッパーで元気なバス君釣れました。じゃあ逃がしたいと思います。はい、はい、フィーリングのバスですけどね、今日はあのワカサギのサイズが見えてるのちょっと大きいんで、こういう KVD ポッパーね、こんなんできましたよ。で、ボイルしていたわけじゃなかったんですけども、なんか比較的ボイルが多いなってとこに入れて、ちょっと待ったらポコーって出ました。ちょっとポッパーにしてはリアルシェイプな、これが効いたのかな。じゃあ頑張ります。はい、というわけでですね、夏っぽい釣りがいよいよ開幕したんじゃないかなと思わせる、これ KVD ポッパー、ケビンバンダムですね。ケビンバンダムモデルのこのストライキングのポッパー、これがですね今回火を吹いてくれて、で結構やっぱ使ってみるとですね、色味がいいなと思って、こんな感じでですね、リアルプリントみたいな感じで、で本当いわゆるオーソドックスなこのカップ形状、これでですね本当に小気味よく使いやすいなっていうことで、でブルフラットとかですね、あとジャバギルとかいったギルパターンで狙う釣りもやっているんですけども、それと同時進行でやっていたのがワカサギ好きのバスを狙っていくっていうことで、結構ですね日によってムラはあるんでしょうけども、すごいワカサギいっぱいいるんですね今亀山ダムで。船走らしててちょっと立ってですね、水面の、見ていくとキラ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 なんてなって、で何かななんて見てると、もうバスがそれの下を悠然と、隙があったら食いついてやろうって感じで一緒に移動してたりするんですよね。で散発的にですね、条件が揃うとボイルが起こってっていう、こういった状況でございまして、でそこにですね何投げ込もうかなって言って、であえてトップウォーターで釣りたいからトップを投げてるっていうわけではなくて、あのすごいなんていうんですかね、ブラックバスの餌を追い詰める追い込み場、だいたい決まったところでボイルって起こるんですよね。じーっと30分1時間ぐらい見てると、あそことあそことあそこだなっていう感じで、バスが好んで、捕食しやすい追い詰め場っていうのが見えてきまして、でそういうところって得てしてすごい浅いんですよね。こうもう一番ドンつきの、それこそバスが追い詰め切ったら、ワカサギが陸上にびっくりして逃げて、ピチ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 陸上で跳ね回っちゃう、そういう浅いところに追い詰めて捕食する。でその捕食するところにプラグ入れたら、あれ生餌じゃないかなと思って思わず食いつくっていうことで、そういうところってあの身を引けないんですよね。あの苔があったりとか、なんか投げて着底したらもうなんか土に刺さって刺さっちゃって、それ取ろうとしたらピョンって飛んできちゃったりとか、そんなことがあって、そういう時に狙うのが、まあワームで狙うのが一つですよね。
針の少ないワームとかで狙えば引っかかりづらく、で、あとは、効率よく魚が取れるっていう、その釣り大好きなんですけども、それともう一つ考え方としてあるのは、そもそもあんまり水中に入らないトップウォーターだったらもっと効率的に、針こんないっぱいついてますからね、バコって出たらバコってかかるだろう、サッとかかるだろうっていうことで、針がついてる分お得かなっていうことで、こういったトップウォータープラグをぶち込む、こういう狙い方が一つあるんじゃないかなって。そこでこんな感じのいい感じの色味、これ、外国のルアーですけどね、もうすごい、小粒で、で、ベイトフィネスのタックルとかだったら、結構バビョンって飛ぶんですよね。もしくはスピニング、にこう P ライン入れてなんて言ったら、もっとさらに飛ぶようになるんじゃないかななんて思いますけども、でこういったまあ毛の要素とか、全部複合してかもしれないんですけどね、これでボコ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 ってやってると、なんか、気持ちいいバスの活性なんかも一段階上がるんじゃないかなって、気分も上がってきますので、こういう感じのですね、小型のでいわゆるオーソドックスな、ポップ音、まあ、出そうと思えばスプラッシュも出る、こういったポッパー1個、ボックスに忍ばしておくと、ボイルの時にいいことが起こるかもしれません。こういった感じだと思います。というわけでですね、本日はですね、こちらの先日、まあ結構ちょっと前ですけどね、買った KVD のポッパー、これで亀山のナイスなバスが釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。